今日のローイチ。はい、おはようございます。本日はね、りょういちくんにプレゼントがあります。べん。でか。はい、どうぞー。物はでかいが、重さは軽い。いきます。でれ。お。出てこない。お、プロテクターじゃないですか。おお。はい、このね、プロテクターのメーカーはね、これ海猫。はい。これアマゾンにたまたま出てきたんだけどさ。すごい。どのプロテクターを選んだらいいかわかんない人の最初の一着にどうぞ。そしてね、そして書いてあるのが、もう消耗品と割り切って使いたいという方におすすめですっていう、そういうプロテクター。消耗じゃないんだ。このね、インナープロテクター、父ちゃん昔ね、お風呂でダイネーゼのやつ使ったの。それがね、大体ね、今値段見てみたら大体4万円。高っ。さて、これいくらだ ?6000 円ぐらい。これがね、聞いて驚け、3980円。10分の1なんだよ。アマゾンレビューみたいなね、いきなりほっつりてたとかいろいろあるんだけど、どんな感じかね。でもプロテクターはまあでも、まあまあだね。マジックテープとかちょっと弱い感じ。弱いね。ちょっと弱い感じ。ちょっと弱い。まあでも。まあ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 。ある程度割り切った感じでね。はい。ちょっと着てみてください。はい。おお。すげえ。なんか仮面ライダーっぽいっていうか、なんていうか。まあインナーだから。どうですか。すげえ。ちょっと柔らかい気がするけど、うん、これインナーにつければ多分ね、少しの軸なら大丈夫だと思う。うん、よね。うん、でさ、今の教習所ってブレストガード、うん、インナーガードみんなつけるのね。うん、この間見て、初めて見てびっくりした。昔そんなこういうのつけてなかったもん。肘はあったけど。お、いいじゃん。背中のとかどんな感じ？グリーン。お、ちゃんと脊椎パッドも入ってます。これね、これが入ってる入ってないのさ、あまりにも大きい。倍感すら買ってきた。うん。あ、でもしっかりしてるね。あ、すごいすごいブヨブヨだな。バネっぽい感じで。うん。動きやすさはどんな感じ？こうね。第一体操もラジオ体操も余裕です。ラジオ体操オッケー。オッケー。ファスナーはね、軽い。軽い。あ、本当だ。すごい軽い。割と滑りいいね。すごくいいです。大きさ的にはこれちなみにね、りょういちくんこれ M サイズにしました。どうでしょう。ぴったり。りょういちくん身長でちょうどいい感じ。そうだね。これいろいろ、あ、これはこれあるか。これこう絞れるんだね。あ、ちょっとやってみよう。いろいろね、このバンドとかちゃんとこう締めてみました。肩がこんな感じで、背中がこんな感じ。肘もちゃんとガードされてて。はい。動きやすさはどんな感じ？すごく動きやすい。すごいな。若干ほつれがそよいでますが。まあこれぐらいなら大丈夫でしょう。でもファスナーも割としっかりしてるし、腰のベルトはちょっと弱い感じかなってはするね。うん、気はするけども、でもこうしてよく見てみると、この胸とか脇腹とかで肩、うん、なんていうんだここ上腕で肘、うん、一通りカバーされててね、ちゃんと関節のところに来てるし、あとグローブとヘルメットとブーツと、うんうん、ここのプロテクターつければ入れますね、うん、いい感じじゃないですか、うんというわけで楽しみだね。楽しみだね。うん、これツーリングの時とか可能であれば、まあ日常使いでも慣れないうちは特に危ないんで、使って快適で安全で楽しいバイクライフの準備ということで、はい、お、普通に消えるでいい感じ。もうこれで多分ちょっとこういうのも多分大丈夫。安心感あるっていいよね。いいね。はい、というわけでありがとうございました。